everyone! こんにちは、今日はコストコに行ってきたんで、すごい生活感あふれる買い物をしてきたんで、その時のその買い物報告をしたいと思います。今回もレシートの上から下まで紹介したいと思います。これ普段から買ってるわけじゃないんですけど、サンドイッチに入れたいとかスコットさんが言ってたんで買ってみました。$4.99です。この大きいの2つで500円くらい安いですよね。はい、これです。ラップ系は常にコストコで買ってます。で、これがねビーってこうカットができるんで楽です。これ買ってるとすごい長持ちします。はい、これの値段が$13.99 です。はい、次はこれアルミナムフォイルです。これも一度買うとなかなかなくならない大きいフォイルです。これがセールだったんで買いました。$24.99。普段これは$25くらいするけど5ドルオフだったんで$19.99になります。次はこれです。これもコストコでいつも買う商品なんですけど、伊藤園さんの緑茶パックになります。私はコーヒーを飲まないんで唯一の楽しみ。これが$13.99になります。これもセールだから買ったものなんですけど、フードセーバーのバッグとかパック、こんな感じでロールが入ってます。こんな感じで空気抜いて保存するためのバッグになります。お肉系を大きいの買ってこう小分けにして冷凍保存したりしてるんで、これはお得だったんで買っておきました。値段は$29.99でした。これも安くなる時に買うようにしてます。これも買う予定なかったんですけどセールだったんで買いました。はい、じゃん、キムチです。コスコにキムチがあると助かります。で、これもセールの時に買うようにしてるんですけど、値段が$4.89。こんだけあって500円くらい。最後はこれです。ヨーグルトも、コストコでもう買うようにしてます。で、これが$5.89になります。 1.36kg 入っとってグリークヨーグルトで$5.36。この値段はお得なんじゃないかなと思います。今回の合計は$99.09になりました。はい、ということで今回は簡単に生活感のあふれるコストコ商品の紹介をさせていただきました。これも良かったなと思っていただけましたら、どうかグッドボタンとチャンネル登録の方をどうかよろしくお願いします。年々からみんなに挨拶。はい、見てくれてありがとう。そろそろ僕はリスト遊びに行ってきます。ほんじゃね。